はい、どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは、ダイアリー社員のあくらです。どうもこんにちは、ダイアリー社員のしずです。はい、ということで今回はですね、元ラッシュの安田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回安田さんに来ていただいた背景は、僕らちょうど1年前は社員ゼロで、で今8人ぐらいの社員で、で業務委託の方含めて、まあ、13人から15人ぐらいの組織なんですよね。でちょうど最近組織崩壊仕掛けたんですよね。もう明確に組織の歪みが起きていて、それをちょっと今回安田さんにご相談させていただきたいなと思ってお時間をいただきました。ちょっと具体的に起きていることをちょっとバーって共有させていただくと、事業内容としては動画作りっていうところなんですけど、今まで一人で作ってた時は言語化せずとも就活生にとって主体的な行動であったり、成長することであったりとか、夢中になることが正しいよねみたいな価値観を伝えたいっていうのはすごく自分でやってた時はできたんですけど、チームでやるってなった時にそれぞれの正解が あってうまくまとまらなかったりみたいなのがすごく起きています。安田さんにこれこそ、それこそ数名から30人ぐらいの規模感の組織に成長させて、いい会社、いい組織を作るポイントをお伺いできたらなと思っています。やっぱりこう昔よりよりこう信頼関係の質を上げていくっていうことが多分、一番それが大事だから、人間関係は大事で、ここの前提で言うと、やっぱりその人数少ない方が目立つんだよね。例えば500人いる会社のいざこざと、5人しかいないいざこざじゃもう全然インパクトが違う、いいよね。だからやっぱりそのお互いが共通した価値観と信頼関係でやるっていうことをちゃんとやっぱ努力してやらなきゃいけなくて、人は違うので、そもそも分かり合えないという前提で、ちゃんとやっぱ定期的に努力してこう信頼関係を作っていくということをやっぱ やんなきゃいけないよねっていうのはまず1個ある前提。もう1個やっぱりそのスケールしていく段階で意思決定とかコミュニケーションっていうのが構造化しなきゃいけなくなってくる。ね、例えばまず大事なことは、まあ、旬ダイアリーの何を一番優先するんだとか、物事を迷った時に最優先することは何かとか、価値観をちゃんと言語化しなきゃいけないっていうのがあって、あともう一個はその重要なことは月に1回やる、リーダーズミーティングでちゃんと決めると、でこういうことはもうスタッフが決めてもいいと、だからこれだけは絶対最終的にこういうミーティングで旬君にプロポーズして決めようって、そういう意思決定の掟をやっぱ作るっていうのが一つ大事かなと思います。今基本的に僕自身が意思決定してる系統に、なってはいるんですけど、それが家に忙しすぎる業務になるみたいなところとかすごい問題だなと思ってます。ダイアリーフィロソフィーみたいなのができれば、いちいち俊君に聞かなくたってフィロソフィーに乗っとればこれありだよねなしだよねって話になってくるわけだよね。ちなみにそのフィロソフィーとか大事にする価値観に沿って評価制度とかもう作りたいなと思って、それは 100% そうです、ね、で期間をどれぐらいに設定してどの基準で判断するかとかはこれから作らなきゃいけないなと思っています。まだこの今のファーストフェーズ評価制度として、まあ、やっぱおすすめは、目標管理みたいなのを簡単に入れたらいいんじゃないかなと思っていて、必ず全員は期初に優先順位の高い目標を5つ作ると、で5つ作って今期、そのあなたは、期待に対する成果であったかどうかっていうのをレビューすると、評価がみんな大事って言うんだけど、俺からしても実はもっと大事なのは目標設定なんだよね。目標をみんなどう作るかっていうのがすごく大事で、一人一人の目標がちゃんと積み重ねあって2023年第何期かの旬ダイアリーの業績に達成に結びつくっていう風に一人一人の目標がデザインされてないといけないわけ。完成しました。目標管理のすごく本質的なところっていうのはやっぱりその上からやってくれとやりたいよのこの矢印を一致させるっていうのが、目標管理の本質なんですよ、絶対。だからやっぱりそこは多分なんとか両方それを実現するように、さっき言った目標をレビューするような機会で、今これやってるんだけどこっちもやりたいんだけどいいかっていう、そういうコンセンサスをやっぱちゃんと取っていくことが大事だと思います。仲のいいと仕事を円滑に進めるって意外と種類違うなっていう、前提みんな信頼関係があって仲が良くて、土日とかその業務後とかも例えば一緒にご飯食べたりとかっていうので仲いいんですけど、が故に結構組織を拡大する上でそこがネックになったりするなと思っています。プライベートで仲がいいっていう友達の信頼関係と、組織の中でエンゲージメントを高めてそれをビジネスを動かしていくために必要な努力して作る信頼関係は多分ちょっと違うんだ、物が違うんだよね。自己理解、他者理解、他者需要という
プロセスを持って努力して作る信頼関係が職場の信頼関係なんだよね。だからちょっとやっぱそういうふうにどういうふうに我々新ダイアリーで働く者として人間関係を作っていくかっていうことをちょっとリセットした方がいいかもしれないね。あとやっぱりその人間誰しもバイアスがあって、いや普通はそういう時そうじゃんって、もしかしたら私とは違うのかもって思うことが大事なんだよね。違うことを許容するっていう、そうそう、なんだけどなぜじゃあ旬ダイアリーに働いてるかっていうことは結局みんなバラバラ、なぜならば我々はこういうことを大事にしてやってるからっていうことの共感があるから、分かり合えない他人同士もここにいられるわけだよね。だからちゃんときちんと設定するということがまず最初一歩として大事じゃないかなと。問題はやり続けることだと思うんだよ。僕はやっぱりその今まで過去働いてきた中で私的にはっていうのがですよねって会話ができるのは、まあ、過去5社働いてきて2社しかなくて、それはジョンソン・ジョンソンとラッシュなんですね。でこの2社に共通していることは3つあって、はい、まず1、ビジネスの決定からもうオフィスルールに至るまで絶対にその信念を貫くと。なるほど。例えば、まあ、ラッシュという会社は非常に倫理的な会社で、やっぱ動物実験を反対してますと、いうことで動物実験を反対している取引先とは絶対取引しないと、自分たちは倫理的たれっていうポリシーがあったら、もうとにかく最も大事なトップライン、売り上げに関わる判断においてもそれは貫くと。ラッシュの伝統とかいうとやっぱ地球環境とかっていうことを伝統で訴えてるんですけど、だったらペットボトルもやめようって言って、あのラッシュの本社のオフィスはペットボトル持ち込み禁止なんでね。へー、まあ、そういうそれぐらい徹底するで、2、常にそのポリシーで日々の仕事が行われているか定点観測を毎年やってできてない人を注意する。で3番目が毎年毎年ダイアリーフィロソフィーが去年もちゃんとやったよね、できたよね、ちょっと危なかったのここだよねってことを常にみんなで話し合って、絶対全員参加しない、その話をすることを大事にする、会社行きたい方向性とありたい自分の方向性、そこを一致させるっていうのがやっぱすごい大事になってくると思うんですよ。でそのこれもさっき言ったように一致させるっていう努力をしなきゃいけなくて、会社がはその働く彼彼女がその自分の自己実現を投影できるような成長機会をこう見せないといけないと思うし、で一方でこれね、働く方もやっぱ寄せていかなきゃいけないんだよね。この会社のビジョンが見えませんとか、やりがいを感じないとか言って、やっぱそれはやりがいの種をね、働いてる人が見つけに行かなきゃダメだと思う。それは、それもお互いだと思う。本質だね、人生の。あと100ですり合うことは無理じゃないですか。例えば、先ほど の違うっていうことを理解した上で一緒にやって、一つにならないとなかなかやっぱ次のフェーズに行けないなっていうところで、それをすり合わせるのはやりきりたいなと思いました。あともう一つ、これね、これは僕、しゅん君にお勧めしたいんだけど、はい、モアステイレスっていうのがあって、ホワイトボードにさ、モア、これ足りないからもうちょっとこうしてほしい、はい、ステイ、これはすごくいいとこだからそのまま続けてほしい、レス、いやぶっちゃけ困ってるんですやめてくれと、これモアステイですって これをまず、まあ、このメンバーで、しゅんくんちょっと部屋出てっつって、しゅんくんでファシリテーターがいて、じゃあこれいいことからやった方がいいから、ステイ、ステイからいきましょう、ステイ、じゃあバーってことで、ステイが真ん中バーって、じゃあ次モアやってみましょう、モア、もうちょっとなんとかカモをつけるのね、カモをつける、カモをつけると言いにくいことがねちょっとでこれカモがずっと並ぶと、であとレスもそのなんとかやめてほしいかもとか、でこれを全部ホワイトボードに書く、で、はい、書き終わりました、じゃあしゅんくんご入場くださいっつって、でしゅんくんはそのホワイトボードに書かれたモアステイレスを目の当たりするわけです。来るものありますよね。でしゅんくんはそれを聞いた、で次は大事で、これらの意見をもとに、さてしゅんくん明日からね、そのより良きリーダーとなるために3つコミットメントを出してください、それをね、みんなの前で行動変容してありがとうございますって言ってわーって終わると。僕すぐやりたい、これ動画にしたら動画にします、動画にするなら俺やってあげる、走りで、あ、本当ですか。これをやってみようと思うっていうことで、まあ、リーダーの問題の5割は解決する。本当ですか。いや、いい会社にしたいんだけど、これできない人はできないからちゃんと、いやでも向き合ってその落ち込みすぎないようにしようと思います。いやでもなんかちゃんと向き合って行動したら解決できる問題なんだっていうのを今回の話聞いて思いました。これからなんかその自分とも向き合って、会社とも向き合って、メンバーとも向き合って、より良い会社にできるように頑張っていこうと。そうですね。はい、思いました。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今回具体的にやらなきゃいけないこととかやった方がいいことって具体的にたくさん出てきたと思うので、もう絶対にもうやらなかったらもったいないから、それだけは目の前のことがどんだけあったとしても絶対実行していきたいなって思いました。素晴らしい。必ずうまくいきます。ありがとうございます。必ず良くなります。
ということで、安田さんの SNS のリンクは下の概要欄に貼ってあるので、ぜひあのチェックフォローお願いします。ありがとうございました。ということで本日ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。